はい続きましてはえっ、ー、34年生ですねこちら「えー、手紙は」というこちらですね、えー、はい中心線はね引いておきましたちょっとこれをやっていきます一マスね一番上開けてください、えー、それからこういう字を見た時にここ漢数字をね見つけてくださいねこので分かったら、えー、キュッて。 あの反る線とこちらがこういう風に膨らんでるような線っていうところをしっかりとと差をつけることですまずちょっとこう引くように気質の話は12年生であまりし,あしなかったですね今回ねえっ、ー、とまあ漢字がうん12年生はねあんまりないので、まあ、34年生がしっかりやってくれるといいかなと思いますこういうところにギュッと入れるように。 ちょっと引くような感じですよねこっちにこうう引引いてます引くようにしておいてこう押し出すようなでその時に下にこうに行かないことですねこういう角度ではないこの,はこの線はこの線はキュッと引いたら横へ行く左へと思ってくださいでその先からこういうふうに入ってこうですで2ですからこう来てこういう感じですね 長さに差をつけるのはもちろんですけど、反る方向、それをしっかりやることです、えーっと。長さだけで差をつけようとすると難しいんですよ。なんとなく、こういう子は結構いますよね。こう全部こう上がってるだけみたいな。これだともったいないです。そしてこういうところも、縦のラインを引くときに、特に、あの、ちょっと引くような、 感じを持ってきてあげるといいかなと思います。はい。紙という字ですね。えっ、ー、と糸編なので、えー、普通の糸と違ってここの部分をねしっかり上げてあげるようにします。一画目長いですよ。こういう感じです。ここが長くてここをキュッと締めます。ここの角度に。 にもねあの注目してくださいこうしてよくあるのはこういっちゃうことよく見るとここが90度とかほらここねこの角度を見てくださいここちょっと小さいんですよ小さくしようとするとこれはこう内側に入るはずですねでここからまたこうに来てこう上に上がっていきますってことは必然的にここはここの角度はすごく狭くなる と思ってください。ここ狭いんです。そして。ちょん邪魔にならないように、下はあまり出さなくていいですよ。そしてこういうとこ付け根をしっかりとしてあげてまっすぐ。そして12ってこういう感じで、左より右がちょっと上がってるようなイメージですよね。で、その時にここはしっかりと開けてます。で、ここ付いてるけど、角度この点の？ 打ち方あの角度を見てくださいねそういうところも真似するようにしますで辺と作りってあったら作りの方が大きくなっていいわけですよ大きくっていうのはこの真ん中の線よりも内側に内側っていうかこの左側ねここの左側に侵入してっていいわけですからこういうふうに入り込んでくださいこうやってすごく近い近いですよねぶつかっちゃいそうですよね そのぐらいいい。近づいてくださいそしてこの跳ね方ここの部分の跳ねは上に小さくいくわけじゃなくて横にこう大きめに行くことこうきてこうきてギュッてしたらグワーンって感じですそしてこうギュッときてでここですここが低くなることでこうなるべく遠くへ行きたいんですよこれはね ただこうマスで囲まれてるからどうしてもここ以上はいけないからってところでこうなってますけどでその時にこことここはなるべく同じぐらいがいいもうちょっと本当はもっと下に下げたいぐらいでしたけどねでここにこういうちょっと隙間があるといいっていうことは相手編を書いた後この「うジっていう字を書くきこうしたらここっていうのは結構ここよりも少し 上がっっててるといいってことです糸辺のここの縦の縦ラインよりちょっと上がってるここと同じなのはここぐらいこっちの最後のね右下の部分が低くなる方が綺麗ですあ,あ手紙って34年生どっちだったかな4年生だったかな JA の課題で前書きましたね紙っていう字違う学年だったかな あ、去年去年だったかもしれないちょっとねその辺りぐちゃぐちゃになってますけどいつか書きましたね、はい、ひらがなですよこうにあちょっとなんかこれとはだいぶ違う感じにな,なっちゃいましたけどこう,こういうふうにこうつながりを持たせてこうくることこれは変わらないですちょっと大げさになっちゃいましたねなんかこんな感じで動きが動きを出そうとするとこういう感じになります 今ねあの夜なのでちょっと声を落としながらマイク使ってやってるんですけどもうねコロナのコロナの影響でっていうかまあうん家の中にいろんな音がやっぱりね昼間はあったりするのでなるべく動画を撮るときは夜ねでこう声をね入れなきゃいけない動画の場合はどうしてもね周りの音も一緒に入っちゃうので。 気をつけてはいるんですけど今日はねあのいいタイミングで取れたかなと思いますちょっと夜になっちゃったのが残念なんですがね「えー、心」という字のこの1画目こちらの力の入れ方ですはじめを少し優しめにしておいてどんどん強くなるようにギュッとこちらに向かってギュッと強くしておいて。 次の2画目の位置ですけどちょっとかぶせるようなイメージだと思いますこちらはあまり離れすぎないことでこれ難しいですよね心ってねあまりここは落ちすぎない方がいいこう、まあ、落ちてくるんだけど最後この跳ねる時っていうのは上がっててほしいんですよお尻が持ち上がってることを確認してから跳ね上げる で跳ねる時もこう狭くいくのではなくグワーンって大きいですよねでここからこの点につながってこの点の跳ねた先にこの点があって一番大きいのはこれです一番最後のこれが大きいですよさあで点は横にトントンって並ぶわけではない寝かせるような方がいいかな ここうううしといいて次はこういう感じでなんか「意を書いてるような感じですけどもっとこっちがこうね大きくてこう跳ね返す本来はこういう動きがあります。全部つながってるんだよっていうところでただの棒にな,ならないようにねしてください。とです。漢字が結構入ってきてるのでひらがなはねあんま頑張りすぎなくていいですね。 もう一回心がきましたよ。あの復習だと思ってねあのやってください。こやっぱ同じ文字持ってくるっていうところですよね。審査するにはねやりやすいですよね。まぐれで書けたんじゃないのかなとかね思ってしまいますけどあの2回ともちゃんと書けてるよっていうところをアピールしてください。でえー はい、のです。のは先ほどの動画で結構詳しく言ったので3、4年生もね、まあ、1、2年生の見てもらう方がいいです。まあ、あの学校もあ出ましたね、小学校の、えー、っとメールが見守りメールが回ってきてましたけど入学式はあるんだね。 だけどその後ちょっと休みが入っちゃいましたねやっぱりね暇だったらあのまあみんな暇でしょうねきっとね YouTube ねあの教育系の YouTube は見たらいいんじゃないかなと思います、えー、橋という字がこの中じゃ一番難しいかなえっ、ー、とねまず奇変ですけど木変の1画目の入り出しの位置 ほとんどの子が結構上上すぎるぐらい上なんですよ下から入って上がってほしいっていうのが一番かなと思いますそして結構上がるんですねこの上がりがみんな弱いこれをギュッと上がってで縦の線を引く時に必ず気質気質をし しっかりとあの意識すること。この引きが足りない。うん。変にやりやるとすごく変なので、これは正しくやってほしいところなんですが、打ち込みの角度が大事です。こちらからこういう向きで入ってくること。この角度が少しでも鋭すぎるとどうなるかって言ったら、こうしてこうしたら変ですよね。これとてもあのいけないやつ、不自然になっちゃう。 そう自然がいいんですがこう斜め45度ってよく言われるあれをねやってくださいでこうどんどんですよねで右側がね混み合って難しいですあのこの手紙の手のこの初めのこれと同じような感じで横へこれ必ず横へやります横にこう押しといてこうギュッと短くそして次は こ,れはここにこう入れれはに入込むような感じでいいので,でその次なんですけど右払いですけど重くなりすぎないようになぜ,なぜかっていうとまだまだ下にこう地が続きますよね。でほとんどの横の線っていうのは右上がりに行きますからこの払いが下がってしまうと邪魔になってしまうわけですよ。ってことはなるべく下がりたくないんです。 ここよりもこちらが上がってていいってことですね。っていうかむしろ上がってないとここが辛くなる。この口を入れるのにね、辛くなってしまうの自分なのでそこをうまくできるようにしたいですね。で、ここはね、あのまあその時の状況にもよると思うんですよ。上の詰まり具合とかにもよるんですができ,できれば、 でできればここちょっと短めの方が後々楽ですなぜかっていうとここの部分一番下しかも右のこの部分っていうのはこの部分と同じぐらいの高さに持ってくる同じぐらいかもしくは右が重たいかぐらいがいいんですよ。ってことはこちらの左向かい合ってるこの左のこれが長すぎると 右はもっと長くしなきゃいけなくなっちゃうのでちょっと辛いんですよね最後このマスに入れるっていうところもねあるのでねこう置きますよね今これがここの位置だからこのくらいギリギリあの線もちょうどここだしねこのぐらいギリギリまで持ってきといて邪魔になんないように小さく跳ねる。 こんな感じでいいでしょうで,できればなんですけどこういうところの隙間こ,のここの隙間難しいですよねそして次に口を書いた後にできるここの隙間これがねまあまあ揃うと綺麗は綺麗です、まあ、ちょっとこういう時に丸い鉛筆っていうのは難しくてね様子を見ながら言ってください これね私もカメラついてるから真上から見れないんですよ。実はねすごい斜めから見ててこの細かいところちょっとよく見えないぐらい。はい「は、えー、しわたし」ですね。「これねは」和という字はちょっとせり出すようにこの縦のライン持ってくるとここは広くね取れますから。 あの隙間を広く取ると伸び伸び大きく見えます実際大きく書いたわけじゃなくても隙間の取り方っていうのとね大事ですねそうこういうとこもそうですよしっかりと隙間を空けてあげるように書きましょううん「し」です こういうところのねスタートがこちらですからね「し」ってほらつ,つ,つまらないって言っちゃあれですけどなんかすごく単純な字だからあの線が綺麗じゃないとなんだろうななんかつまらない字になっちゃいますよね例えばなんかあの気質がない字気質というか入りのちょっとしたしなりがない。 線っていうのはこういう感じで面白みにかけるきれいっちゃ綺麗だけど形はねいいですよね間違ってもいないしいいんだけどなんかどこかつまらないような印象それがこの入り出しの角度によるんですよこれねこちらからか入りました上からこういう風にそーっと入った感じこれね こっちはどう変えたかっていうとこういうふうにこちらからこう入って下に行くその時の「あのかくん」っていうのはないですけどかくんとはしてませんよね、うん、ちょっと優しいんだけどでも入りの角度は同じっていうふうにあのひらがなね持ってきてください。はい、で次ですねでです。 上が何て言ここ、ね、うかな結構勢いでやってもここはいいかなギュッとやっといて緩めといてギューみたいなこんな感じですね。あ点だ点もしっかりとあの強弱つけてお尻の方が重たくなるようにします。うーんと巣は 1一画目長いんですよねこういう風にそしてちょっとふわーっとさせるような感じにしときましょうで右寄りで少し内側に内側っていうかちょっとこっち曲がっていくようなイメージこうしなってます少ししなってあげてトントンでストーン短いですよこれねあの短足な感じでいいと思ってくださいはい次もね あなんで私はここに書いたんだろうこれねいけない例をここに書いたらちょっとダメですねぶつかっちゃいますねでここでつ消しゴムを使うのは初めてかもしれないなあそうそうそう、えー、と消しゴムなんですけどもちろん使わない方がいいんですよ 本番なんて使ってほしくないところでもあるんですがそれでもどうしても一発で書かなきゃいけなくてどうしてもっていう時があるじゃないですかそういう時もやっぱりまあ練習の時にいろいろやってみるのがいいんですがこのね自分と相性のいい消しゴムとか使い方ねそういうのとか修正の仕方もね いやあの二度書きしろとかそういうこと言ってるわけじゃなくてねあの慣れなんですよちょっとやっぱりあるじゃないですかそういうのねだから失敗した時失敗失敗しちゃったなと思った時にそれをもう諦めて失敗にしちゃうのかうまく修正をしてどうにか持っていくのかっていうそこの部分の練習っていうのもねやっぱね大事なわけですよだから めめかからあままり諦めなないいいい方がいいかなと思います意外とねいけちゃったりすることもあります失敗だと思ってもねはい「書く」という字ですはじめふわってしたの分かりましたかねここね絶対へこまないでください横の線がたくさんある字はもうへこんだら難しいんですここね これねギリギリだなと思ったところなんですよちょっとへこんで見えるんですけどこれねここもそうですよ全部へこまない方がいいですね、なのでまず1画目は膨らむそして次もう一つポイント縦のラインはこです。あのほらこういう隙間を狭くしたいわけですから縦あんまり長さ出したくないんですよってことは締める。 内側にキュッとこれが大事です内側内側と思ってくださいでもう一つ次のポイントは一番長い線はどこかを見極めることうんと長いところを決めたら他を短くしてあげればいいですよねそうしないとそこが長いんだっていうのが強調されないからこの字で言ったらここが長いですよね一番長い次に長いのはここここね この線で他はまあ一緒ぐらいと思ってくださいだけどこの2番目に長いこの線はうーん長いと思わない方がいいですねもう1本ここだけが長いっていうふうに思っといてで、まあ、この「火と同じぐらいの幅があるのがこれかなっていうぐらいに思ってくださいなので1次2ですこれが長い で、その長い線を引くときに、気質ちょっとギュッと一度引いて、こちらからこう行けばいいんですよ。こうね。違うやつをこっちに書きます。こう上からこう押し付けて、こうにやったらダメです。これダメ。斜めから入れて、こういう風に膨らむ。こう長い。はい。で、次は、 ここと同じ幅を持ってくる。なるべく同じと思って持ってくる。で、こういう時の接続の仕方、ちょっと細かいところですけど、縦はキュッて締めましたよね。で、その締めた時、長さ、下出さない方がいいです。横のこっちが飛び出るぐらいならいいです。こっち出た方がいい。縦は出さないと思ってください。これ同じのありますよね。口 って書くときも横が出るんだったなっていうの、これ4年生ぐらいの教科書に多分載ってると思うんですよ。で、ひっていう字とかは逆に縦が出るんだったなっていう多分やりましたね、これね。その口の方の応用です、これ。で、1、2、3まで行って、4、5、横横か。なんか書いてるとほら、 分かんなくなくりますよね書き順書くっていう字はね実は本当はいろんな書き順があるんですよ書道とかだと。ただ学校で習う書き順っていうのは一つにこう決められてるのでねそれで覚えてていいんですが123で45って横横ってありますけどえっ、ー、とここと同じ幅狙っていきます合ってるかな。 斜めかからでちょっとよくわかんないまあこのぐらいこうやって下からちょっと上がってあげるようにするとまあギリギリいけるかなギリギリを狙っていくみたいな感じですだってほらこのマスなんですよここの大きさねここにこれを入れるわけですから結構こんな感じになりますで縦のラインっていうのは唯一ねここはねこう大きく出せるところですこうしっかりと太く。 で気質こここししっかり出していいですこう目立たせたらかっこいいとこなので。だからこうえーとね縦のこういう絶対これ軸になってるところだろうなっていう線とかあと横の線も、あのー、長い線こういう,こういう1みたいに引くような線の気質を、えー、と注意するように。 うん、書くといいかな他はねそこまで気にしなくていいですで下に来るこの日は平びのようにこうなんていうかなキュッてなるんですよだけど横にこう広がってる日ですよねこんな感じですここも焦らずにねこのお手本ちょっとここが怪しかったんですよもうほんとギリギリって思ったんですが こんな感じでしょうか、ね、ほらこれ火だからこっち縦の方がこういう風にはみ出るようなちょっとこういう風に出るような接続の部分をね見ましょうねそうここに時間を結構使っちゃったかなり汚れちゃいました隣こうこういう手のこういうところでね汚しちゃうので本番はねそれになんないようになんか 下敷きを当てるとかしてください。いらない紙をしあの手のとこにね置くとか。汚れは減点になります。あの大きな汚れねとかあと、まあ、もちろん消したりっていうのは良くないのでそこはしないようにねしてください。あのまあ上手にやる。例えばこうやって汚した場合ねそれを。 こういうふうに綺麗にしたところでこういうふうに押すような感じでこうやって使ってあの綺麗にするっていうのはいいんですよ。こういう使い方とかも本当にいいと思うんですよ。だからあの消すことがいけないっていうよりは、まあ、うまく使うっていう感じで文字間違いはもう初めからしないっていう前提です。うん、書いてみよう。はい キュッと上がって下の方まで行きます、うん、で、ここから上に膨らむこういうラインですよねこれも1,2年生の方でも言ってますけどあの穴の形ね、こういうところ綺麗な形にするためにって感じですねはい、余ですこうしなってお尻ちょっと出すような感じにしてあげると回りやすいです うわ、縦長の字なので上がってストーンって下がってくださいはいえー、っとこっちかそうね3ああそうか4年生にしましょう4って難しいよねえー、小でしょ4は キュッと締めてこう短くしといてください。横長です。こんな感じですね。もうこんな、こんな薄さでいいですよ。で、薄いから余計に難しいですけど、こう真ん中を狙っていくような感じで払います。こっちも、キュッとこんな感じですね。えー、そして、閉じます。この中身ね、こうしたら、 と内股になるような感じね、こういう感じですね。はい、えー、少し難しい字が混ざってますね。橋とあとくっていう字。ま手紙はまあまあ大丈夫かな。これが難しい。はい、これ注意してください。はい、頑張ってください。